皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はこちらのコーペンチャームの方を開封していきたいと思います。前回の花丸ストアの購入品の動画で紹介したこちらなんですけども、花丸ストア版だとね、大人買いバージョンとなっていまして、なんと24個入りで、2640円となっております。で、全12種類なので、全ての種類が2つずつ入っているのかなとね、予測しているんですけども、どうなんでしょうか。じゃあね、早速こちら開けていきたいと思います。あとこちらの商品はね、セリアにも1つ100円で売られているみたいです。以前紹介したね、セリアのコーペンちゃん商品と一緒に合わせて探してみてください。そしてこちら見てください。箱を開けてみるとこんなにもたくさん入ってるんですね。いや、24個入りっていうのは分かってたんですけども、実際このように目の前に現れるとね、なんだろう、なんとも言えない幸福感がありますよね。1つ100円だからね、24個入りって言ったって大した金額ではないですけども、謎の幸福感、そして謎の所有感に包まれております。でね、やっぱりね、しっかりと混ぜ混ぜしましょうね。何が入ってるかが、規則性がやっぱりあったら困るからね、しっかりと、ここはね、遊戯王のね、デッキシャッフルで培ったテクニックでね、きっちりとシャッフルしていきたい。これだけ混ぜれば大丈夫かな。この前ね、子供の日だったんですけども、動画は出せなかったからね、今回鯉のぼりのコーペンちゃん出してみました。一緒にね、開封してくれます。そしてもう一人ね、こちらかしわ餅のコーペンちゃんもね、来てくれてます。一緒に開封してくれるようですね。皆さんはやっぱり見てるだけでね、退屈してしまうかなと思うので、一緒にかしわ餅はどうですかって言ってます。コーペンちゃんがね、かわいい。じゃあ早速一つ目からね、見ていきたいと思います。ワクワクですね。やっぱり中身がね、ランダムの商品を開けるっていうのはワクワクですね。まあほとんど今回はね、全種類揃うのかなっていうある程度の確信は持ってるんですけども、ワクワクはやっぱりあります。そしてコーペンちゃんのステッキがあるからね、これなんていうのかな、コーペンちゃんがね、魔法のステッキでポワーンとね、チャームをこうやって出してくれてるように思えないですかね。僕だけかな。で、一つ目はね、エナガちゃんでしたね。いや、かわいい。裏面はこんな感じで、コーペンちゃん、ルルテアさんだけですね。いや、一つ目、エナガちゃんでした。それでは二つ目ですね。一つ目の時、よくパッケージを見せれなかったから、ゆっくり写していきます。すごいですよね。このパッケージがすごくかわいい。こんな感じでね、全12種類ですからね、全部当てたい。フラダンスのコーペンちゃんかわいいですね。もうちょっとで夏だからぴったりかなーなんてね。じゃあ2つ目。さあ、魔法のステッキでポワーンと出してくれました。またエナガちゃんですね。エナガちゃん。あれだけシャッフルしたのにもかかわらず、ここまで連続で引いてしまうものなのでしょうか。それではね、この調子で3つ目引いていきます。なんだろう。はい。お、フラダンスのコーペンちゃん来てくれましたね。言ってるそばから来てくれたから、これはなんか嬉しい気持ちになりました。フラダンスしてるね。うまく踊れて偉いですね。偉いですね。それでは4つ目何でしょうか。あれ、またフラダンスコーペンちゃんですね。あれだけシャッフルしたのに、ここまで同じものを引いていくことがあるでしょうか。それでは5つ目引いていきたいと思います。開けていきたいと思います。さあ何が出るでしょうか。ポワーンとね。あ、宇宙飛行士のコーペンちゃんですね。すごいですね。コーペンちゃんは宇宙飛行士にも慣れてしまうと。続いて6個目ですね。今までの流れだと宇宙飛行士がまた来るけど、どうでしょうか。来ましたね。やっぱりね、2つ連続で同じものが来ちゃうから、さっきのシャッフルは正直意味をなしてなかったってことになりますね。続いてはこちらですね。もしもしコーペンちゃん当たりました。これすっごい可愛い。もしもしコーペンちゃんシリーズとかでこれ使っていいのかな？使いたい。すっごく可愛い。どんどん開けていきますよ。次は何だろう。もしもしコーペンちゃんじゃない。あ、1、2ってね、ちょっと体操してるのかな、コーペンちゃん。可愛いですね。すごい、ここでようやくシャッフルの効果が出てきてくれたのかななんて思いましたが、次何でしょうか。はい、同じでした。また体操のコーペンちゃん。はい、じゃあどんどん開けていきます。次は何だろう。はい、どうですか？これは？あ、甘いお菓子のいちごのコーペンちゃんかな？ハロウィンの時ね、大活躍のコーペンちゃんでしたよね。さあ、続いては？何だろう。お、これは何だ？またもしもしコーペンちゃんですね。なんか、
すごいモザイクかかって犯罪者みたいになってる、振り込め詐欺しちゃってるコーペンちゃんですかねこれ。まあでも振り込ませるのはモヤモヤかな。じゃあどんどん行きます。次はお、ナルト持ってるコーペンちゃんですね。花丸にそっくりのナルト、あらーって言ってます。次は何でしょうか。お、これはコーペンちゃんが宝石見てますね。綺麗なものだなーって言ってるんでしょうか。かわいい。続いて何でしょうか。コーペンちゃんステッキでポワンと、お、今回は車ですね。しっかりと花丸のナンバーですね。870ですね、車のナンバー。かわいい。コーペンちゃん運転できて偉いですね。次は、また花丸の車ですね。コーペンちゃん続いては何でしょうか。開けていきます。次はこれは、なんかセリフが書いてないですね。なんて言ってるように見えますか。これね、僕はもにゃんこもにゃ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 に見えますね。続いてもまたこちら、もにゃんこもにゃもにゃ来ました。どんどん開けていきます。次は、お、また宝石を持ってるコーペンちゃん。さあ次は何でしょうか。お、また甘いお菓子のいちごのマスコットのコーペンちゃんですね。ここまでの出方を見ると、どうやらこの大人買いパックには全種類が2種類ずつね、入ってるみたいですね。ナルトコーペンちゃん来ました。ナルトコーペンちゃんもじゃあ2つずつ揃えましたね。今のところ2種類ずつ全部揃ってるような状況です。じゃあ残り2つ引いていきます。きっとこれはね、新しい種類かな。お、これはパッケージにもなっている素敵なコーペンちゃんですね。かわいい。最後の一つですね。きっとこれもね、同じパッケージのコーペンちゃんになるのかな。そうですね。あー、かわいい。これで2種類ずつね、揃いました。と思った矢先に顔が一瞬青ざめるような出来事があったので紹介します。数えてみますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そして11。全11種類じゃないんですよね。今回はね、12種類あるはずなのに、なぜか11種類しかなくてね、柏餅コーペンちゃんも表情には出しませんがね、かなり焦ってますね。鯉のぼりコーペンちゃんも動き止まっちゃってますね。もう完全に鯉のぼりとしての機能を果たしていないです。せっかく大人買いとしてね、購入したのに全部の種類が揃わないのかと思って結構がっかりしたんですけど、見てください、この箱ね。箱見たら2個残ってましたね。結構おっちょこちょいな部分出ちゃいました。何はともあれ無事ね、残り2つあってよかったです。肩の力が一気に抜けてね、ほわーんとした気持ちで引いていきたいと思います。最後の最後、何が出るでしょうか。こちらはね、トワイライトコーペンちゃんですね。最後の1パックも、しっかりとね、トワイライトコーペンちゃん出ました。というわけでね、しっかりとね、全種類2つずつゲットできました。一瞬ヒヤッとはしましたけども、この可愛さ、コーペンちゃんのこの可愛さを見るとね、全てが吹き飛ぶようです。こちらはね、セリアにも売っているんですけども、セリアで買うとね、どうしても中身がわからないから被ってしまうっていうこともね、いっぱいあると思うんですよね。結構ね、全12種類もあるわけだからね、全部揃えるとそれなりのお金がかかっちゃうと思うので、確実に入手したいっていう方はね、花丸ストアに売ってるこちらの24個入りのパックをおすすめします。それでは、中身が分かりきっているね、すごいつまんない開封動画だったと思うんですけども、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。